いやー、そろそろ気温も上がってきたし、初夏に着れるような服を買い揃えたいな。とは言っても、夏までの間のつなぎだから、そこまでお金かけたくないんだよな。まあ、なるべく予算を抑えて初夏の服サクッと揃えたいんだけども、そうそうそう、ユニクロあたりで誰かおすすめの初夏服教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人に似合うユニクロの初夏の服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭の小芝居にもあったと初夏の季節ですね、春と夏の中間的な位置づけなので、まあ、そこまで長いわけではないと思うんですね。なのでここのお洋服があるとですね、すごく便利なんですけど、なるべく予算を抑えたいという方も少なくないかなと思うんで、今回は僕たちにとって身近なユニクロの中からこのアイテムは初夏に使えますよというものをですね、5つピックアップしてみましたので、よかったら皆さんのですね、今後のお買い物の参考にしていただきたいなと思っています。ちなみにユニクロって新作のリリースのタイミングがかなり早いんですね。春物に関しては年始にですね、どんどんいろんなものがリリースされてまして、初夏の服もですね、もう結構前にリリースされてるんですが、まあ、このタイミングですね、あのブランドとのコラボレーションも入荷してくるので、結構これがですね、使えるものが多いかなと思うので、この後ですね、皆さんにどこのブランドとのコラボレーションなのかも含めてしっかりと解説をしたいなと思いますし、ユニクロの通常ラインの中にも初夏に使えるものいくつかあるので、ピンポイントで皆さんにお勧めしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的にユニクロの初夏の服の中から大人世代に似合うものをですね、一つずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちらからご紹介したいなと思います。ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインのコットンジャケット、価格は6990円ですね。これは非常に使いやすいアイテムなのかなと思っています。まあ、このアイテムの具体的な説明に入る前に、まあ、ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションについて僕なりの見解をちょっとお伝えしたいなと思ってるんですが、まあ、ユニクロっていろんなブランドとコラボレーションするかなと思うんですが、その中でも JW アンダーソンとのコラボレーションは結構長いんですね。まあ、ユニクロ U と同じぐらいやってるかなとは思うんですが、僕の中ではユニクロ U は割と使いやすいものが多い印象なので、ユニクロにちょっと飽きてきた方でも気軽にトライしやすいかなという位置づけなんですね。一方で JW アンダーソンに関しては割とですね、ポップなものが多かったりするので、まあ、色柄を使ってたりだとか、デザイン的にもちょっとこう可愛く見えるようなものもあったりするので、大人世代が着るとちょっと子供っぽいかなとか、あまりしっくりこないかなということも少なくないので、僕のチャンネルの中では圧倒的にユニクロ U の方がですね、力を入れて皆さんに解説することが多いんですね。ですが、やはりシーズンによって今回は結構良かったなっていうこともあったりするんですが、割とですね、今回の JW アンダーソン使えそうなものが多かった印象なんですね。もうちょっと早めにチェックすれば良かったなと後悔はしてるんですが、まあ、その中でもまずはこちらのコットンジャケットですね。初夏というにはちょっと暑いかなとも思ったんですね。アウターでジャケットなので、ただですね、素材的にコットンを使っていてカジュアルな風合いになっていますので、個人的には T シャツの上にさらりと着て、あとはちょっとこう腕をですね、軽くまくりながら着てもらうとですね、シャツアウター感覚でラフに着ることができるかなと思ってですね、今回こちらをご紹介させていただきたいなと思いました。まあ、ユニクロのジャケットってベーシックで使いやすいんですが、ベーシックな範疇だと結構値段上げればもっといいもの買えるので、ユニクロでジャケットを買うかというと、もうちょっと頑張って投資した方がいいかなというのが僕の基本的なスタンスなんですね。ただこちらのコットンジャケットに関しては、ちょっとデザイン的にもドベーシックというよりはデザイナーズのエッセンスが感じられるような、そういった一枚なので、こういったものであれば僕はトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思います。まず特徴的なのはボタン周りなんですが、三つボタンになってるんですね。まあ、通常ジャケットって二つボタンだとか段替え襟の三つボタンといって、まあ、二つボタンっぽく見えるんだけども、実は襟の下に第一ボタンが隠れてるような感じのですね、割とこのですね、胸元の開きは結構深いものが多かったりするんですが、こちらはですね、結構三つボタンで開きが浅いものなんですね。この感じも結構新鮮だなと思いますし、あとはですね、腰ポケットに関してもフラップ付きでですね、ちょっと大きめの外付けのポケットになってまして、このあたりにもですね、ちょっとしたアクセントを感じるんですね。サイズ感もジャストではなくて少しボックス型で緩さがあるので、これぐらいの方がやっぱりこう初夏にさらっと羽織るに
には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。色に関してはですね、2色展開になっておりまして、ブルーとナチュラルですね、これがですね結構難しくてどっちもいいんですよ。まあブルーに関してはネイビーよりももう少し明るさがある春だとか初夏にかけて着れるような色合いで、すごく清涼感あっていいなと思います。あとはナチュラルに関してもちょっとクロート的にはなるんですが、意外とですねボーダーのカットソーなんかで合わせると人との違いも出しやすいですし、おしゃれにも見えますし、パッと華やかな印象にもなるんですね。僕も結構今季はホワイト系のですねアウターを買ってるんですけども、これもなかなかいいんじゃないのかなと思います。でコットン素材なので、まあ、適度にこうシワ感があったりだとか、着てるうちにですね風合いが出てくるのも個人的にはいいなと思ってまして、 T シャツの上にさらりと着るという大人スタイルにもハマりがいいので、これは結構今季の JW アンダーソンの中でもなかなかおすすめのアイテムになってくるかなと思います。まあ、もちろん初夏にも使えますし、梅雨時期ちょっと気温が下がることもあるかなと思うんですね。まあ、そんな時のライトアウターとしても使えるかなと思うので、1枚持っておくのもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、こちらの画像のようにセットアップで使うのもすごくいいと思うんですよね。まあ、それだけではなくてデニムスラックスとかでジャケット単品を使いながらコーディネートを組み立てるのもいいかなと思うので、結構大人世代には使いやすいと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目もですね、ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインから選出をしましたドライカノコ T シャツ括弧半袖、こちらのですね2色展開になっていますが、ナチュラルがおすすめです。価格は1990円ということで、これまた使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、今季はですね結構ボーダーのカット層すごく増えていまして、僕自身もかなり枚数を買いました。まあ、ボーダーといえばシンプルなネイビーとホワイトの2色で構成されているものとかが結構多かったりするんですが、こちらに関してはナチュラルの色合いがベースとなりながらマルチボーダーになってるんですね。ちょっと変則的なボーダー使いで、色使いも3色になっているので、このあたりにまさに今季っぽい旬を感じるんですね。まあ、よく見てみるとナチュラルの中にですねブラウンだとか、あとは濃いネイビーだとかブルー系だとか、そういったものが混じってるんですが、全体としては清涼感あふれるようなそんな1枚に仕上がってるので、これはですね持っておくとすごくいいんじゃないのかなと思いました。まあ、サイズ感も少しゆとりがありまして、1枚で着ることもできたりするんですが、個人的にはやっぱりボーダーの T シャツってカジュアルに見えるので、僕も1枚で着ることはほとんどないんですね。あくまで重ね着のベースとして着るといいかなと思ってまして、先ほどご紹介した JW アンダーソンのブルーのジャケットですね、こちらの内側に持ってくると最高にバランスがいいかなと思います。それ以外にもブルーの無地シャツだとかシャツアウターとかの内側に持ってくるだけで非常に使い勝手がいいので、これはかなりおすすめのアイテムになってくるかなと思います。もちろん先ほどご紹介したナチュラルのですねジャケットとの相性も良くて、同色系で上半身をまとめてボトムスをネイビーだとかブラックでギュッと引き締めるという着こなしもなかなかバランスがいいかなと思うので、結構いろんなシーンに使えるかなと思います。1990円でこういったちょっと凝ったマルチボーダーの T シャツっていうのはなかなか手に入れることはできないかなと思うので、まだ今季ボーダー買ってない方は JW アンダーソンのコラボレーションから取り入れるのはすごくいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これまた JW アンダーソンとのコラボレーションモデルなんですが、エクストラファインコットンブロードシャツカッコ長袖、これはですねストライプ柄になっているんですが、2色展開で64のブルーですね、これがなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ユニクロといえばこのエクストラファインコットンシリーズというのがかなり有名かなと思います。まあ、定番でも取り扱いがあって、この価格帯でこの上品な質感が味わえるのかというのは結構驚きがあるんですが、まあ、そちらの素材を使いながらこの柄ですよね、結構エッジが効いてるような仕上がりになってるんですね。まあ、JW アンダーソンっていうとこのような変則的な柄使いっていうのが結構あったりするんですけども、まあ、この他にもちょっとクレイジーパターンのものだとかそういったものも結構あるんですが、割とですねこちらのストライプ柄に関してはそこまで強くないんですね。先ほどのボーダーのカット層もマルチボーダーといってシンプルな白とネイビーの同じ幅のですねボーダーが並ぶようなものではなくて、ちょっとこう色数が3色だったりだとか並びが変則的だったりしたんですが、こちらのストライプシャツに関してもやっぱりですね同じようにマルチストライプといってやや変則的な並びになってるんですね。しかも2つの異なるマルチボーダーの生地をですね使うことでまた見え方に工夫を作ってるんですね。このあたりは結構ですね失敗すると子供っぽくなったりだとか、なんかやりすぎ感があっていまいちしっくりこないなということも少なくないんですが、これ結構ですねハマりがいいなと思ったんですね。まあ、2つのマルチボーダーを使ってるわ
わけなんですが、割と全体で見た時に結構馴染みがいいので、そこまで主張が強くないんですね。なのでこれやってるな、モリモリだなっていう感じがなくて、よく見ると凝った感じに見えるというところが、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いました。で、素材の質感もいいですし、チープに見えないというところも含めて、なかなか個人的にはこのシャツは普段のユニクロにはないような楽しさがあるのかなと思います。まさにブルー系なので、初夏に合うような清涼感があってすごくいいなと思うので、個人的にはこのシャツを初夏にはですね、1枚でさらえと着てもらうのがいいかなと思います。もしくは下に白 T だとかを着ながら、まあ、第一ボタンとか、まあ、場合によっては第二ボタンぐらいまで開けて、少しラフな雰囲気ですね、腕なんかもまくってもらうといいかなと思います。で、ボトムスに関してはブラックだとかネイビーのような引き締める色で主張を抑えていただければ、このシャツのですね、アクセント的な要素をうまく活用しながらコーディネートを組むことができるので、これはいいんじゃないのかなと思いました。まあ、ユニクロにもですね、定番的なシャツがあるんですが、そういったところにはないような、少しひねりが効いてるんだけど、だけどやりすぎ感がないというところですね。まあ、JW アンドソンとのコラボレーションラインも結構エッジの効いたシャツのものも多かったりするんですが、今季はやや抑えめなので、これは取り入れやすいと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしてみていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、ようやく JW アンダーソンから離れまして、ユニクロの通常ラインからご紹介したいなと思うんですが、もうこれは定番ですね。初夏から夏にかけて、まあ、活躍してくれるですね、こちらのオープンカラーシャツ、かっこ半袖ですね。2990円ということで、カラーバリエーション豊富で、まあ、毎年こちらは皆さんにご紹介してるんですが、今年もですね、相変わらず仕上がりがいいので、皆さんにご紹介ができればなと思っています。半袖のオープンカラーシャツは、やっぱりですね、大人世代には欠かせないアイテムかなと思います。ただこのようなオープンカラーシャツも1枚で着るというよりは T シャツの上に重ね着をするので、真夏だとちょっと暑いんですよね。なので個人的には初夏から一番暑い夏のですね、気温になる手前まで使えるのがこういったオープンカラーシャツなのかなと思っています。まあ、カラー展開豊富なんですけども、ベーシックなサイズ感で素材の質感も含めてすごくバランスがいいんですね。まあ、肌触りも滑らかですし、ちょっとドレープ感があって、生地表面のですね、質感もすごくいいので、このあたりは2990円のシャツとは決して思えないようなバランスの良さだなと個人的には感じています。まあ、サイズ感もベーシックなユニクロであっても、ちょっとゆとりを加えているので、このあたりには旬な雰囲気が漂うかなと思うんですが、個人的には通常のサイズよりはワンサイズ上げた方が間違いなくですね、旬な雰囲気が漂うかなと思います。ですので、身長164センチ53キロの僕が着るのであれば、通常 M サイズですが、 L ぐらいにしても意外とですね、バランスよく着れるんじゃないのかなと思っています。で、カラーなんですが、まあ、ブラックあたりがオーソドックスで使いやすいかなと思うんですが、そこまで差が出づらいのも本音かなと思いますので、個人的にはちょっと柔らかい風合いのベージュですね、このあたりだとか、あとはですね、意外とホワイトもいいんじゃないのかなと思います。ホワイトのオープンカラーシャツって実は僕自身もあんまり着たことがないんですが、先ほどご紹介した JW アンダーソンのマルチボーダーのカットソーとですね、合わせて着ていただくとすごくバランスがいいかなと思うので、結構今季はホワイトをワンサイズアップして着るのもいいんじゃないのかなと個人的には感じています。または1枚で着てもちょっと差し色的な感じに見えるブルーなんかもいいかなと思うので、このあたりはお好みで選んでいただくといいかなと思います。まあ、価格も安いので、1枚だけではなくて2枚ぐらいですね、バリエーションとして持っとくのもいいぐらいですね、非常にクオリティが高くて質感も含めて満足できるような、そんな1枚になっていますので、ぜひ皆さんも改めてチェックしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、ボトムス皆さんにご紹介したいなと思います。こちらはユニクロの定番ラインのですね、リネンブレンドイージーパンツですね。価格は3990円になります。カラー展開豊富なんですが、やっぱり初夏といったらナチュラル、ホワイト系の色が一本あるとすごく便利なのかなと思っています。僕はですね、このシリーズはあまりこれまでですね、取り上げたことがないんですが、まあ、イージー仕様のボトムスになっているので、シルエットは太すぎず細すぎずというところで、大人世代に取り入れやすいようなちょうどいいフィット感になってくるかなと思います。で、素材はですね、コットンとリネンをブレンドしてあるので、ちょっとこうシワ感みたいなところが出るんですけども、それもまたですね、初夏だとか夏にあったような風合いとして見えるので、なかなかバランスがいいかなと思います。で、ホワイト系のパンツっていうのはやっぱりキザさだとか小綺麗さが漂うので、ちょっとサイズ感にゆとりがあったりだとか、素材にもややこう風合いが出た方がかえってキザっぽさが薄れるので、僕は使いやすいかなと思うんです。
ですね。まあそのあたりも含めて、これから買うのであればこのボトムスはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ腰にもちゃんとゴムが入っていますし、ドローコードもついているのでベルトなしで使うこともできますし、そのあたりの使い勝手の良さですね。初夏だとか夏のボトムスってサクッと開けた方が圧倒的にですね、汗もかかないのでいいかなと思うので、このあたりも含めてバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ真っ白いパンツだとなかなかハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、ナチュラルなのでこのあたりの少し黄みがかった雰囲気も個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ洗濯後にシワになるかならないかで言ったらシワにはなると思うんですね。まあコットンにしてもリネンにしても多少のシワ感は出るので、まあそのあたり気にされる方はちょっと向かないかもしれませんが、レビューを見る限りではシワ気になるなという方とそこまで気にならないなという方もいらっしゃったりするので、ここは人によるところかなと思うんですが、個人的には洗濯後はさらりとアイロンかけてあげた方が、まあより綺麗な状態が保てるかなと思います。ピシッとかける必要はないと思うんですね。もうスチームだけでもいいので、さらりとですね、ケアしてあげるだけで洗濯後はいいかなと思いますし、白パンの中でもそういった意味では、そこまで気を使いすぎなくていいというところでは、使いやすいボトムスかなと思います。一番最初にご紹介した JW アンダーソンのコラボレーションのネイビーのジャケットですね。このあたりと合わせてもいいかなと思いますし、オープンカラーシャツのブラックだとかに合わせるときには、ちょっとこうボトムスを明るさを出した方がコントラストが効いて季節感が出るかなと思うので、一本持っておくと間違いなく便利なアイテムかなと思います。3990円で価格帯的にも買いやすいので、汚れてもそこまで気を使わなくていいというところも含めて、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではユニクロで初夏に買うべき服5000というテーマでお届けをさせていただきました。蓋を開けてみれば5個中ですね、3個が JW アンダーソンということで、今回はすごく良かったですね。僕もですね、もっと早めにチェックしとけばよかったなと思うぐらいですね、今回は初夏の服なんかは良いものが揃っていたかなと思います。この他にもグラフィック T シャツですね、このあたりもね、なかなか良かったんですよね。オフホワイトに対してちょっとこうカラフルな色合いを使ったプリント T シャツなんかも結構良かったりするので、まあ、全体的に今期の JW アンダーソンはバランスがいいものが多かったかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただくのもいいかなと思うんですね。まあ、初夏だとか夏のアイテムってそこまでバリエーション多くないですし、着るもののアイテム自体が少ないのでおしゃれに見せるのがなかなか難しいんですね。その中で JW アンダーソンのちょっとしたエッジをですね、着こなしの中にミックスしてあげると、なかなかですね、バランスのいい着こなしが実現できるかなと思うので、通常ラインのオープンカラーシャツだとかリネンブレンドのボトムスもいいんですが、まあ、JW アンダーソンもうまくミックスしながら初夏の着こなしを皆さん楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説、僕が私物として買ったものをですね、どんどんご紹介をしています。僕自身も記事をですね、ほぼ毎日書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらもですね、概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。